おはようございます。釣り子 TV です。皆様お正月は楽しめたでしょうか？釣り具屋さん巡りなんかね、本当お正月なんか最高ですけども、2023年のお正月にね、どうしても買いたかったるわね、初売りのタイミングで買えるんじゃないかなってずっと狙っていたルアーがですね、この風155ね、まあ、ここにこう入ってるんですけども、趣味よくね買うことができましたっていうところでね、この福袋ちょっと異常だなってね、改めて持って帰ってきて思ったんですけども、これ税抜き5000円の福袋なんですね。マニアックスね、足立区のね名店、マニアックス、あそこね、ほんとお正月の初売りほんとすごいんですけども、いろいろな目玉福袋がありました。その中でもね、これ改めて考えると5000円って書いてあるんですけども、これね、フレックスローラーディスタイルのね、去年出た最新式のビッグベイトと、あと、川島さんのメーカーベトベトの風が入っているっていうことで、もうこっちだけでね5000円超えちゃってるんですよね。フレックスローラーで、5000円超えのルアー、しかもね結構、まあ自分なんかねシーバスで使って、去年ねまあ魚の反応すごい素直にね、バイトしてくれて、めちゃくちゃいいルアーだなって思ったんですけども、そのルアーと、まあこっちはね変えてなかったんですけども、風ね、この組み合わせで5000円って、まあこっちも4000円ぐらいのルアーで、こっち5000円ぐらいのルアーでね、まあ2つ買ったらまあ1万円ぐらいするんじゃないかなっていうセットなんですが、税抜き5000円。いやー、ちょっとね、福袋は、まあ、いろいろね、小さい頃からね、いろいろな思いをしてきましたが、まあ、マニアックスで福袋を買っておけば、まあ、間違いないなっていうね、まあ、そんな内容の福袋でございます。で、今日の動画は、この封ね、開封していこうと思って、こっちのね、フレックスローラーはね、こういう感じのね、フラッシングシャイナーっていうカラーね、ちょっとキラキラした系のカラーが欲しかったんで、これが入っていて、あとですね、結構色は選べたんですけども、はい、じゃじゃーんね、風買うことができましたよっていうことでね、いやー、パッケージもなんかかっこいいですね。サイドもね、気になるデザインで、で狙ったのはど真ん中、日本のビッグベイトゲームの新機軸っていうことで、風155暴走シルバーシャイナーっていうね、こんな感じの、カラーを選んでみました。あとね、金黒とかもねあったりとか、まあ気になるからいっぱいあったんですけども、ね、こんな感じの色ね、じゃあ早速開けていきたいと思います。風ね、おあ、こうなってこうなって、じゃじゃーん、うわー、かっこいいなー、これは。ああ、はい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 、こういう感じなんだ。ねえ、ベトベト、風 155F っていう風に書いてありますが、顔周りがこんな感じで、でね、結構切り立った感じで、こう、リップがついていて、幅広リップ。ねえ。で、ここのね、連結がこう、一箇所でね、連結しているんですね。結構フレキシブルにね、動く。だいたい可動幅は、こんな感じ、プラス2点じゃなくて1点で止めているので、こう、なんていうんですかね、この、ローリング的な動きも、
入りつつのこうなんかもうツイストするような感じでね動くね。で可動域はこんな感じで結構ねこうラフに動く感じですね。はい、釣れそうですね。そしてこれは障害物やっぱり回避とかに特化したような感じのリップなんじゃないかなね。川島さん、ジャッカルで名作かわしマイキーがありますからね、こう障害物の奥ね、カバーキワとかに入れてこうねちょっとした、立ち木とかもうこうピローンってね乗り越えさせて、それでタカ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 ーガバーっていう感じのね、そういう釣りね川島マイキーで、動画なんかでね、よく見る機会があって、あんなに大きなルアーをカバータイト、もしくは岸際のオーバーハングの奥の奥に入れるんだね、引っかかっちゃうんじゃないのっていうと、もうね絶妙なトレースラインでこうぬるぬるぬるピローンとかいう感じでね出てきてね、でそのピローンってねした瞬間とかにあのねバーってねバイトするシーンとかね大興奮の動画が多いですけども、そんなあの川島さんが作り上げたこのね風ですから、どういうコンセプトで作ったよなんていうね動画もね全部見たんですけども、かわしマイキーのまあ現在進行形っていう感じでいいんじゃないかなっていう印象を受けたんですよね。もうとにかくそういった魚がよく釣れるであろうカバー際とか、あとは岸際に入れて、それでこうね、絶妙にかわしながら出てきて、でバイトチャンスを作るっていうね、そういうコンセプトなんじゃないかなね。あの動画の方でもねそんな感じで説明されていたので、まあ出しどころとしてはまあいろんなところで使いたいですけどもね、やっぱり雰囲気としては房総のリザーバーね、亀山とかね、豊房、三島とかね、トズラッパラとかそういうところに持っていって、でお気に入りのタックルでね、奥に、入れ込んで、それでもってこうわーって出してくるね、川島さんみたいな釣りをねこれで、チャレンジしてみたいなね、そういう感じで買ってみました。で、まあ裏側にいろいろ説明があるんでちょっとね見ていきたいと思います。ベトベトの、ファーストプロダクトとして世に送り出されるフーはバスやシーバスを筆頭に様々なゲームフィッシュを想定した全長155mm、自重 38g サイズのミディアムヘビーパワーのロッドにマッチするビッグベイトです。フラット面と、曲線を組み合わせた個性的なデザインは機能面にも優れ、スローからファストのただ巻きやストップ&ゴー、もちろん、ロッド操作によるドッグウォークにも、機敏に反応するレスポンスの良さは秀逸。多彩なアクションと、強度を両立するスタウトシングルジョイント構造や静止する瞬間に誘いをかける自発的アクションを生む絶妙のバランス、しなやかな PP 素材の、別成形リップなど、川島つとぶの、理想を具現化するためのアイデアを盛り込みました。ルアーフィッシングの醍醐味である操る楽しさを形にしたベトベトの自信作ですということで、適合タックルがですねベイトキャスティングタックル、フロロ、ナイロンの14ポンドから20ポンドということで、先行深度は、約1メートルだよっていうふうに書いてありますね。はい、ねえ、操る楽しさね、これをクイッククイッククイッククイッっていうね、あのなんか霞ヶ浦とかでもねこういうの足際でクイッククイッククイッって動かしてね、釣れるシーンなんかも最近流行って、よく動画なんかで、ね、目にする機会が多いので、そんなところでもね結構いけるんじゃないかなとかね、気になるところはいっぱいありますが、まあねそんな感じの、説明がパッケージに書かれておりました。なんかねこのビッグベイトよりちょっと小さいミドルベイトといった感じですかね。だいたいビッグベイトがあのジョイクロ178とかに代表されるあのぐらいのサイズがね、主流かなというところに来て、最近それのちょい下のねこういった絶妙なサイズ感のね、ところにいいルアーがいっぱい登場したなっていうね、
っとね使ってみたかったので、まさにあの先ほどのこの衣装にねあのついてきたフレックスローラーも168っていうサイズなんですよね。ちょっとなんだろう、今までのビッグベイトど真ん中よりちょっと下のサイズで、それによってしっかりとこう食わせていくっていうね、そういうサイズ感ね、ここら辺が、まあいろいろ流行って、そしてなくなっていったりしてね、178だとカントちょっとでかいかな、ね、もちろん釣れるときはね、バッチリ釣れるんですけども、それよりこう普段使いで投げれるような絶妙なサイズ感がこのね155とかね、そこら辺のサイズになるんですかね。やっぱりもうやり込まれている人がこのサイズって言ってね作ったやつなんで、もう間違いない感じなんじゃないかなってね。早く投げたいね。どんな動きなのかね、ちょっとね早速、まあちょっと寒い時期ですけどね、房総のリザーバーに持って行って、投げ込んでみたいと思います。ちなみに初釣りに行った時に多分ね、あの遠目に亀山ダムで、あれ川島さんだよなんてね言ってね、これをひたすら、遠くにビャーンって投げてね、ゆっくり巻いてね、魚を誘い出している超高シーンを目撃したんで、あの作ったご本人様はもう真冬でもね、もうバリバリに投げてるんだなっていうね、そんだけ信頼できるルアーなんだなっていうのを、他のルアーだったかもしれないですけどね、でも多分ねちょっと遠目に見た感じ、こういった感じの何かジョイントでこんなような感じの色のをビャーンってね投げてたんですよ。釣り子を浴びた。ね。まあそんな感じで、多分あれ風じゃないかなって、あ、このタイミングであんなところでもありなんだ、なんていうのをね、見てね、早く投げたいな、なんていうふうに、感じた次第であります。まあちょっとね、タイミングタイミングで投入してみようと思いますので、まあ実況動画の方もね、風で釣ったぞーなんていうね、動画、出せるように頑張って、投げていきたいと思います。はい。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、川島さんの、ニューブランドですね。ベトベトの最初のルアーですね。風155。これをね、買うことができたので、めちゃくちゃお得にね、開封してみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。